の忍び、よくおいでくださいました。どうした？大事ありません。それより今、お米を。待て、顔色が優れぬ。ゆっくり休め。はい、わかりました。何かあるか？え？何か欲しいものはあるか？では柿を食べたいです。わかった。はあ、巫女の忍び、柿だ。誠に取ってきてくださったのですね。食え。はい、いただきます。甘くて美味しいです。そうか。忍びよ、お手を。だが。もう大丈夫です。お手を。わかった。豊かな実りをあなたに。礼を言います。巫女の忍びよ、いただいた柿のおかげでたくさん実ったようです。よければ流飲の巫女にも差し上げてください。わかった。巫女の忍びよ、ようこそおいでく。さようなら、あなたの行く末に。戻ったか、狼よ。はい、九郎様に預かり物がございます。預かり物？これを。これは米か。はい、先方寺の巫女が九郎様にと。そうか、それはありがたい。良き米と見える。実にツヤツヤしておる。噛むとはもうございます。噛む？狼よ、米は炊いて食べた方がうまいぞ。は。そなた、甘いものは好きか？何でも食べまする。ならば、嫌いではないのだな。よし、そなたに良いものを作ってやろう。良いものとは？それはお楽しみじゃ。待っておったぞ、狼よ。さあ、手を出すがよい。は。これは。おはぎじゃ。先方寺の巫女殿にいただいたお米でこさえたのだぞ。さあ、遠慮はいらぬ、食うてみよ。そうであろう、そうであろう。狼よ、私のおはぎはどうじゃった？うもうございました。であろう。幼き頃から菓子を作るのが好きでな、平田のお屋敷でもよく炊事場に入り込んでいたものだ。いずれ糸間ができたら茶屋でも開くかのう。どうか無事で。
お、狼か。大事ないか。は。そうじゃ。これをそなたに。竜の涙、必ず手に入れてまいります。あ、頼む、狼。巫女にお米を渡していただけましたか？ああ、もらった米を巫女様がおはぎにしてくださった。まあ、流飲の巫女がご自身でそのようなことを。とても張り切っておられた。そしてとてもうまかった。それはよかったです。ああ、そうか。竜医の巫女もまた人なのですね。なんとは当たり前のことか。伏立ちもきっとゆえに迷い、それでも選ばれたのでしょうね。巫女の忍びよ、一つ聞きたいのですが。なんだ。巫女様の名はなんと。九郎様だ。九郎様、とても良い響き。いつかお会いしたいものです。みんな、私はどうするのが良いのでしょう。伏立ちがなったとき、私はまた大事なものをなくしてしまう。そのような気がしてならぬのです。おい。はあ、巫女の忍びよ、来てくださったのですね。受け取れ。それは。お主に渡してくれと書かれていた。ありがとうございます。受け取ります。どうした。私はあの人たちを、まだどうしようもなく憎んでいるのです。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。私はあの方たちを失いたくない。けれど流飲をお返しする道、それを選べば皆と別れることになるかもしれません。
そう言ってくれるのですね。いいえ、皆。あのお方は、本当にお優しいのですよ。これを渡してくださったのも。おい。ニコの忍び、いらしていたのですね。おかげで友達と深く、語らうことができました。オチの巫女たち、か。はい、それで、あなたにお伝えしたいことがあります。留院を立つのではなく、あるべき場所にお返しする道について。留院を返す。そうです。留院は、故郷を放たれ、この日の元に流れ着いたもの、あるべきではない場所に、あるべきではないものがある。故に、我らのような歪んだ命を生み出そうとする者が絶えぬのでしょう。流因や流因に連なる我らはきっと帰るべきなのです。西へ、神なる竜の故郷へと。ただいかにしてたどり着くか、それがまだわかりません。定かなことを知る者は先方商人ならば、あるいは。それは、誰だ。この先方寺の開祖です。弱いは、果たしていいかほどか。体内くぐりのうちに、こもっています。巫女の忍びよ。なんだ。これは、不死立ちとは、また異なる道。故に、無理にとは申しません。もし留院を返す道を望まれるならば、先方商人よりその術を聞き出していただけぬでしょうか。考えておこう。巫女の忍びよ。もしや、先方商人と会ってきていただけたのですか。死んでいた。先方商人は、虫付き。何故、そのようなことが。だが、書が残っていた。これを。拝見します。なるほど。蛇書きというものを二つ喰らえば、竜院の巫女を治めるゆりかごとなれる。そうすれば、竜院を故郷にお返しすることができる。私が、そのゆりかご、私がなりましょう。お主、鹿と呼んだのだな。もちろんです。うん。私は、オチの巫女のただ一人の生き残り。生中には死にませぬ。
巫女の忍びよ、流飲を返す道を望まれるならば、二つの蛇垣をお持ちください。心当たりはあるのか？おそらくは、大蛇より取れる肝かと。柿のように赤く染まっていると言います。巫女の忍びよ、二つの蛇垣を手に入れられたのですか？ああ、手に入れた。この赤き様、確かに柿とはよく申したものですね。まことに食らうのか？もちろんです。そうすれば我が体は流飲をお返しするためのゆりかごとなりましょう。ただあなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いてまたおいでください。この忍び、そこにいらっしゃるのですか？お主、目が、はあ、やはりいらしてくださったのですね。巫女の忍びよ、私はゆりかごとなれたようです。手を取っていただけますか？ああ、これはひんやりと氷室のようでございましょう。だからほら、私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてしまう。この氷涙をお授けしましょう。氷涙か、もしや。はい、おそらくは冷たい竜の涙が刺すのは、竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかと。さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことが叶うでしょう。